式は、アントニオ・ビバルディのバイオリン競争曲集、火星と創意の試み作品8のうち、第1から第4曲の、春、夏、秋、冬の創生。ビバルディ自身は、作品8の検事以外でこれら4曲を、式と称したことはない。各曲は、それぞれ3つの楽章から成り立っており、各楽章にはソネットが付されている。これらのソネットの作者は不明であるが、 ビバルディ自身の作という説もある。火星と創意の試みの初版の最初のページ。第1番、春のバイオリン独奏パート、ソネット付け。1725年アムステルダムのルセーヌによる初版パートフのほか、雷、恩恵が第2バイオリンにも入るなど寄付と指示に初版との差異が見られる筆者パートフをマンチェスター公共図書館が所蔵している。ナイジェル・ケネディ。 ジャニーヌ・ヤンセン、ファビオ・ビオンディは実演、録音両面で、マンチェスターコを好んで取り上げ、クリストファー・ホグートも、この筆者夫の特徴を2000年のベーレンライター、シャバン皇帝の際、率先して採用した。式は、以下に示す4つの楽曲から構成されている。構成4楽曲すべてを投資で演奏する場合の、演奏時間は約40分。鳥の声を、ソロバイオリンが、 高らかにそして華やかに歌い上げる。弦楽器の静かな旋律にソロバイオリンがのどかなメロディーを奏でる。ビオラの低いシス音が吠える犬を表現している。バイオリンの一瞬一瞬の場に続いての絶え間ない音の連続が荒れる嵐を表現している。それは甲高い音でソロバイオリンによって奏でられる。チェンバロのアルペジオに支えられてソロバイオリンは眠くなるような超音を弾く。 ソロバイオリンの重音で身震いを表現している。ゆっくりしたテンポで平和な時間が流れる。ありがとうございます。